おお、ついに来た。空気おいしい。お、書いてある。2024年3月16日開業、北陸新幹線。お、これで1本で来れるんだ。そっか、だからこれがあるから今建物も全部新しくて綺麗になってるんだ。へえ。僕、林道が降り立ったのは福井県の南西部に位置する敦賀駅。3月16日の北陸新幹線開業に向けて駅前はお祭りムード。歴史ある港町の風情と近代的な町並みが調和した若狭エリアの玄関です。一人旅は僕27になるんですけども、今年で20歳以来なんですよね。今回は若狭湾と三方五湖に行きたいと思っています。全部堪能していきたいと思っています。それでは福井県三方五湖の旅、行っていきたいと思います。 OK。三方五湖、うわ最高だ。僕、林道は大自然の景色と新たな発見を求めて人生初の福井県若狭三方五湖へぶらり旅。連続して7万年の年縞が残ってるのってここだけですか？はい、そうなんですね、世界でここだけです。ここだけですか？はい、やっぱ奇跡ですね、それって。そうなんですね。湖のほとりで7万年分の時間旅行、止まらないですよこれ本当に。ここは美味しいものの宝庫、豊かな自然の恵みにほっぺたが落ちっぱなし。こちらはアオリイカの液作りになってます。アオリイカの液作り、はい、はい、ネクストトリップ若狭三方五湖の旅始まります。今回は敦賀からさらに西へ、美浜町と若狭町にまたがる三方五湖へ。若狭湾は福井から京都にかけて広がる日本海のリアス式海岸。海岸線一帯は若狭湾国定公園として豊かな自然が守られています。この地を代表する絶景の三方五湖は美浜町と若狭町にまたがる5つの湖の総称。湖ごとに水質や水深が異なり、それぞれ違った青色に映える5色の湖です。世界的にも貴重な生態系が守られ、雄大な自然が楽しめる穴場のエリアとして近年注目を集めているんです。日本にはこんなダイナミックな場所があったんですね。敦賀駅から車で西へ30分、三方五湖の一つ久宮志湖にやってきました。なんかボートやってますよ、見えます？青春ですよね。学校でこういう行事をやってるってことじゃないですか。それもあんのもいいですよね。ここ美浜町ではボート競技が盛んだそうで、この日は地元の学校の大会に遭遇しました。すっごい綺麗です。山も近くて空気も澄んでて落ち着いていて、鳥の声もよく聞こえます。この町の人たちはみんな生まれた時から湖と共に暮らしているんだな。うわぁ、コルポ着いた。食堂もある。ランチもいいな。湖畔に立つのは地元の名産品が集まる美浜町健康楽前拠点施設コルパ。施設内のレストランは久宮志湖特産のしじみメニューが人気。しじみラーメンにしじみパスタって、もうこんなの絶対うまいに決まってるじゃないですか。そしてこっちは直売所ですかね。こんにちは。
お邪魔します。大丈夫ですか今？ありがとうございます。いっぱいありますよ。これってあの特産物とかですか？そうです。うわ、根昆布とか梅ようかん、うわ、いろんな種類がある。ん？当店の一押しって書いてある。へしこ、ここにしかない秘伝の味。こちらのへしこはご飯にとてもよく合うので、はいはい、皆さん大好きな商品ですね。皆さん大好きな商品なんですね。はい、はい、お家に常に置いてあって。あ、常に置いてあるんですね。はい、冷蔵庫に入ってます。常に置いてあるってなんか、はい、なかなかないですよね、うん、じゃあ食べさせてもらってもいいですか？はい、ぜひ食べてください。ありがとうございます。生のサバをぬか漬けにした若狭地方の伝統食、どんな味がするんでしょう。うん、甘じょっぱい、うん、すっごく美味しいですね。はい、きっとも美味しいですよ。ほんのりぬかの香りもして、うん、お茶漬けもおすすめです。お茶漬けですか？はい、お茶漬けいいですね。そうですね、塩ごまんしか考えてなかったんですけど、お茶漬けも絶対合いますね。はい、はい、いやー、初めて食べたへしこ美味しかったな。若狭地方の素敵な伝統食に出会うことができました。続いてやってきたのは三方湖のほとりにある縄文ロマンパーク。三方五湖の周辺には遥か昔から人が住んでいたらしく、縄文時代の竪穴式住居跡も再現されていました。土偶をモチーフにしたという若狭三方縄文博物館には、遺跡から出土した丸木舟や縄文土器などがずらりと展示。てか何あれ、なんか細長いのがある。ん？ここなんだろう、長っ。これもなんか縄文になんか関係するやつなのかな。すっごい長っ。福井年光博物館、うん、年光なんて聞いたことないけど、ここで引き下がるわけにはいきません。早速館内へ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ようこそおいでいただきました。ここってどういった博物館なんですか？こちらはこの近くにある水月湖。水月湖。湖の中にある地層です。あ、地層の博物館ってことですか？はい、そうです。地層の実物、現物を展示しているというのがこの博物館になります。はい、2018年にオープンした年光博物館。年光とは、湖の底に積み重なった土などの地層で、ここはおよそ7万年分の年縞が保存された、世界でも類を見ないミュージアムだそうですよ。ではまずこちらになります。はい、でこちらがこの博物館の一番大きな目玉になります。目玉なんですね。はい、これが年縞の実物なんです。年縞実物ですか？はい、でも実際は湖の中にある泥なので、はい、まあ、これをこう標本にした形なんですけど、もちろん実物です。これすごっ、すごいな。実はこちらから一番端っこまで、これが45メーターです。これ45メーターですね。はい、これが現在。そうです、こちらが現在で、だんだん過去に遡る。ちょっとじゃあいいですか？はい、お願いします。その中で一つ大きな点を言いますと、はい、この辺り、はい、この辺りが非常に島が綺麗なんですね。確かに綺麗ですね。島が綺麗です。綺麗、綺麗です、綺麗です。今から5880年前が気温が高かった、暖かかったというのはこの辺りになります。なるほど、ちょうど縄文時代です、ね、なんか違いますね、やっぱり。そうですね、島模様はっきりしてます。はっきりしますね、はい、この辺りが暖かい。この辺りが暖かいんです、はい、黒く見えるのと白く見えるの合わせて1年ですね。あ、黒く見えるのと白く見えるの合わせて1年、はい、そうですね。え、じゃあつまりこれじゃあ7万セットあるってことですか？そうです。すごいな、はい、7万セットですか？そうですね。すそれもずっと連続して残っている。45メートル、45メートルですね。さらに水月湖の年縞からは卵鉄鉱と呼ばれる虫や魚の化石や木の化石、そして4万3800年前の富士山の火山灰も見つかったそうです。
連続して7万年の年縞が残ってるのってここだけですか、はい、そうなんですね、世界でここだけです。ここだけですか、はい、やっぱ奇跡ですねそれって。そうなんですね、すごいな。直接流れる河川がないことや湖底に生物が生息していないなど、奇跡的な水月湖の環境で形成された7万年もの年縞。ここ年縞博物館ではそんなロマンあふれる年縞についてさまざまな情報が展示されています。45メートルもの世界の物差し、いやー勉強になりました。うわー元陽温泉に来た、超楽しみだったんだよな。てか看板もでかっでかっ。お腹も空いたのでお昼は三方五湖の名物をいただきたいと思います。やってきたのは三方湖のほとりにある昭和7年創業の老舗うなぎ屋源与門。4代目のご主人が地下水で締めた良質の国産うなぎを注文を受けてから炭火で丁寧に焼き上げます。こう見えて僕はかなりのうなぎ好き。越冬を控えた秋のうなぎは1年で最も美味しいんですよね。うわ美味しそう、こんな色もすごく綺麗、こんな綺麗なうなぎ初めて見ました。本当に超美味しそう、いただきます。うんおいしい、うん、まあの僕いっぱいうなぎ食べてきたんですけど、これお世辞抜きで一番美味しいです今までで。あとうなぎって結構脂っぽい感じとか あると思うんですけど、そういうのは全くなくてすっごく美味しいです。止まらないですよこれ本当に。三方湖で獲れるうなぎは、はい、川エビとかゴカイなど柔らかい食べ物を食べておりまして、本当にあの良質の脂を蓄えているいいうなぎになっております。びっくりしました美味しすぎて。ありがとうございます。なんか特有のなんか調理方法とかあったりするんですか。そうですね、ご注文いただいて先立てではまたあの炭であの丁寧に焼き上げて焼きたてで提供させていただいております。あ、やっぱ炭でやってますよね。はい、その炭のほんのりした香りと味がすっごく絡み合ってて、やっぱりあの炭火ではないとこの香ばしさとあのパリパリ感は出てきませんので、自分で4代目なんですけども、はい、初代からずっと変わらず伝えられてきたやり方でやっております。すごいな、そうこのクオリティこの味だったらそれ100年いきますもん。ありがとうございます。感じも感じました、もう半端じゃなく美味しいですね。ありがとうございます。すごいな。三方五湖のうなぎは江戸時代からうまいと評判だったとか。僕のうなぎランキングをガラリと塗り替えた絶品のうな重、ずっと食べてたいな。お、三方五湖一望できるってことか、これすごいな。天空のテラス、上行ったら見れるのかな。ロープウェイもあるし。美しい若狭湾と三方五湖、その両方を一度に眺められるという絶景スポットを求めてやってきたのはレインボーライン山頂公園。うわもうこっからも綺麗だもんな。おお、日本海久具志湖日向湖、おすごいな。そっかここ3つ見えてるんだ、すごい。こっちも全然違う景色が、すごすぎる。なんだこれ。そっか5つ見えてんだもんな。光り輝く若狭湾と5つの色に映える三方五湖、さらに空の青を合わせた7つの色がレインボーラインという名の由来だとか。360度どこを向いても絶景の山頂公園はまさに天空の楽園。こんな場所があったんだな。
味方ココア、うわ最高だ。めちゃくちゃ綺麗。実はここ絶景を眺めながらある素敵な体験もできるんです。あれか、足湯大人気だ。人気の秘密は絶景の足湯、そりゃ浸かりますよね。うわ気持ちいい、これもう体も全部入っちゃいそう。気持ちいい、うわおー綺麗。しかもこの絶景で足湯って至福すぎるな。すごい、ここ全部見えてるんだ。昼がこう、くぐし湖、そして水月湖、菅湖、三方湖、全部の湖が見えてるってことだもんな、ここで。そしてこの足湯、贅沢だな、本当に。続いて雄大な若狭湾が一望できる若狭テラスへ。ここは自然のエネルギーが集まるパワースポットなのだとか。日本海こっちめっちゃパーって見えて、こっちは三方五湖、贅沢だな。どっちも素敵、日本海もいいし三方五湖もいい。ちょっと景色変えたいなと思ったらこっち見る、もう楽しすぎる。おお、なんか投げてる、なんか投げてたな今。なにこれ、河原な、河原け投げ、これなんだろう。あ、願いを書くってことか。願い事いっぱいありますよ。河原け投げとは、素焼きのお皿に願いを書いて湖に向かって投げる願掛けのおまじないだそうです。商売繁盛、売れっ子になる。ちょっと恥ずかしいですね、これね、声出して言うと。できるだけ湖に近ければ近いほど願いが叶うらしいです。行きます。うわこれいいんじゃないですか。ちょっといい感じだったね今。絶対夢叶うわ、絶対叶うわ、確信しました。なんか空に手が届きそうだもん。そんなパワースポットの山頂公園には幸せを呼ぶソフトクリームがあるそうで、それがこちらのレインボーブルーソフト。やっぱこれでしょ、湖見ながらブルーのアイス、いただきます。うまっ、なんかちょっとなんか塩っぽい感じがするな、若干。うん、甘すぎなくてすごく美味しい。いやー同じだな、これ一緒、一緒ですよこれ。これなんか映えるな、すごくなんか素敵。いやー絶景に囲まれてすっかりテンションが上がっちゃいました。気づけばもう夕暮れ、さて今夜の宿へと向かいましょう。今晩お世話になるのは若狭湾のセクミ漁港にある夕日の宿松木。現役の漁師さんが営むこちらの宿はとにかく新鮮な魚が自慢なんですって。住みてー、ここ最高だわ。もう波の音が本当に心地いい。うわなんだこれ、すっごい豪勢、美味しそう。僕ここまで魚尽くしの夕ご飯初めてです。一人でこれ食べていいってことなのかな。美味しそう。うわどれから食べよう。ちょっとしゃ、天然で取れた、はい、アジアジで、サザエサザエで
そしてサワラ、サワラでバショウカジキ、はい、でツバス、はい、で甘エビ、はい、とあとこれ若さまはたになってます、はい、若さまはたは、はい、まあ、白身なんですけど脂が結構乗ってるので一押しのお魚なのでよかったらこちらからどうぞ。これにしよう、大きいところから。いただきます。どうぞ。いただきますね。うん、うん、美味しいです。そこあの噛み応えがあって。そうですね、あのこれちょっと見たことないお魚なんですけど頭が長い、はい、赤ヤガラって言います。赤ヤガラ、秋が旬で、はい、セクミの定置網で今、はい、たくさん取れてますので。じゃあ今が旬ってことですか。そうですね。わー、いただきますね。はい、はい、なんかまた全然違いますね、味わいが。あ、そうかもしれないです。もう一回食べますね。ちょっとちょっとあっさりしてるかもしれない。いや、そうです、うん、あのこれいくらでもいけます ね、はい、うん、食べやすいです。すごく美味しい。これもこちらはアオリイカの生き作りになってます。アオリイカの生き作り、はい、はい、あの海から直前に揚げてきて直前にさばいてお出ししてるので今エンペラの方がちょっとキラキラと輝いてると思うんですけど。はい、輝いております。はい、はい、もったいないですね、これめくるのは。綺麗な背中も。そうです、これも醤油つけてという。そうですね、はい、いただきます。はい、これ多すぎます。いや、がっつりいっちゃってください。大丈夫ですか。はい、はい、うん、めちゃくちゃ美味しいです。歯ごたえが本当に美味しいです。美味しいでしょ。あと甘いですね。そうですね、はい、滑らかで。そうですね、え、すごい、はい、なんか正直これ一本一本いかなきゃダメなのかなと思ったんですよ。はい、そしたらもう全然4本でもパクっていけちゃいました。他にも若狭湾の名物カワハギやサワラの塩焼きなど海の幸がずらり。冬にはフグも食べられるそうですよ。こんなに贅沢しちゃっていいんでしょうか。うん、焼くとまたね、香ばしさが、うん、これやっぱあの目の前の海が撮ってるってことですか。そうです、目の前で毎朝定置網で。定置網で毎朝、はい、美味しくて幸せでございます。ありがとうございます、はい、目の前の海でこんなにうまいものが撮れるなんてほんと住みたくなりますよ。美しい自然やその恵みを思いっきり楽しんだ福井県若狭三方五湖の旅、1日目。さて、明日はどんな旅になるのかな。続きは後編でお楽しみに。めちゃくちゃでかいカジキますよ。でかっ。うわ、雰囲気が本当にいいな。刀じゃしまってみてください。これすごい、どうやって言ってんだろう。やっぱりあのノンシュガーをチャレンジしたいなっていうことでこの無糖を。おいしい。へしこってここら辺では言うんですけど、はい、本当はサバのぬか漬け。サバのぬか漬け、うん、もしかしたらここの若狭の方々はこの湖から痩せるゲートんじゃないかなって今思いましたね。